ニュースまぐびです。仲本工事さんがザ・ドリフターズの秘話を語りました。大人気コント番組8時だよ全員集合を振り返り、毎週いかりや長介さんの指示に従うだけでもう必死ですよ。全員集合の合間には地方興行もあるしヘトヘトと明かした仲本さん。いかりやさんからは、他のことは考えるな、自分の番組のことだけ考えろとよく言われていたそうです。そして仲本さんは、あのワンマン体制があったから全員集合は成り立っていたと当時のことを明かしています。ニュースマグビ